皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作ゆくチャンネル、どうもご視聴ありがとうございます。今日は2月の2日土曜日なんですが、一月ぶりくらいに化石の発掘にいわき市のアンモナイトセンターにやってまいりました。で、正月の一発目の化石発掘の後にですね、体験発掘場の、低いところとこう高いところの間、こう段差になっているところにあった、石を、全部落としたらしいんですね。結構あのアンモナイトが出てる層の石を、掘りやすいように下に落としたんでしょうけども、今日はですね、そのアモが眠ってそうな石を狙ってどんどん掘っていきたいと思います。今日天気はいいんですけど、海が近いせいかやっぱり風が強いんですよね。ここはどうしても、日差しがあったかいんでね、風さえなければ穏やかなんでしょうけど、ちょっとやっぱり風が吹きつけてますよね、ここはどうしても。ということで、これから風もだいぶ収まってきましたから、いい化石発掘できるかと思います。いい化石といい出会いができるように手入れて入ってきますから、よろしくお願いします。じゃあ行きますよ。はい、いい化石を掘るぞ。おー、どうぞ。はい、午前の部の体験発掘だったんですけど、体験発掘始まるまではちょっと強い風吹いてたんですが、体験発掘始まる頃には風が穏やかになりまして、日差しもポカポカして、非常にこう穏やかな感じだったんですけれども、体験発掘場のほぼ正面にあった50センチ四方くらいの石に狙いをつけて、掘り始めました。結局この石、今後もずっと掘り続けることになるんですけれども、午前中もこのように掘り進めて、結構半分くらい砕きましたかね、午前中の1時間かけて。はい、一応それなりにいいものが見つかりました。後で紹介したいと思います。ご前の部の体験発掘終了の時刻となりましたので、お手回りすると忘れ物がないように確認をされて、足元に十分気をつけてお戻りください。はい、というわけで午前の部終了しました。午前の部で目星成果はと言いますと、こちらですね。ちょっとピントが合いにくいかなと。この白い塊というか、四角形のやつですね。こちらが一応、見てもらったところオウムガイじゃないかと、映像ではちょっと分かりにくいんですけど、光に当てるとね、ちょっと七色に光ったりするんですよね。貝殻の内側、光に当ててみると、七色にちょっと光ったりしますけど、そういう感じが出てるんで、見てもらったところ一応オウムガイであろうということですね。それからサメの歯なんですけど、ここにちょっと見えてるやつなんですけどね、見てもらったところスカパノリンクスというサメの歯だそうです。サメの歯のこっち側にもですね、これオウムガイのかけらとか出てきてますんで、掘ってた石結構なんかいろいろ入ってそうなんで、オウムガイも引き続きその石掘っていきたいなと思います。午後の部になってくると、ちょっと日が陰ってきて、雲が出てきて、また風も出てきて、ちょっと肌寒い感じになってきてるんですが、午後はもうソフト力技で長ネギに2本使ってですね、岩をとにかく砕こうとしてまして、かなり力技でハンマーを打っていたんですけれども、はい、で
大体というか、まあ、ほぼ狙ってた石、ほぼ粉々にしました。はい。で、もう腕が疲れてきちゃって、多分これ明日はパッション持ってても触れるんじゃないかと。ちょっと腕が疲労困憊ですね。はい、というわけで午後の部も終わりました。で、午後の部はですね、新規で、参加される方がいなかったようで、まあ、そのオリエンテーションの部分丸々化石の発掘時間に足されて、まあ、午後の部は1時間半になったんですけれども、まあ、ずっとこうハンマー振り続けてると、もう右腕も左腕も疲れきっちゃって、もう1時間半っていうのは結構しんどかったですけれども、まあ、それに見合う成果が一応上がりましたんで、まあ一応帰ってからその成果の方を発表したいと思います。はい、というわけで帰ってまいりました。化石発掘の午前の部と午後の部で、一応結構な成果があったんですけれども、まあ午前の部はまずこちらですね。はい、見えますか、ここ。はい、ほぼ画面の真ん中に、サメの歯があります。これがですね、職員の方に見ていただいたら、ちょっとこう歯が湾曲してる特徴があるので、こちらスカパノリンクスのこの歯のとこじゃないかということですね。はい、ちょっとこの根っこのところが出てないので、まあちょっと特徴が分かりづらいんで、もう歯のとこしかなかったんで、ね、まあ多分こっちのスカパノリンクスじゃないかっていうことですね。それからまあおそらくこの四角いところですね。これはまあオウムガイかアンモか、ちょっとまあわからないというか、まあアンモではなくてやっぱオウムガイなんじゃないかってことなんですけど、ちょっとカメラに映ってるかどうかわかんないですけど、この縁のとこですね、ここがあのなんだろうな、アワビの貝殻の内側みたいにこう七色に光ってるんですよね。ちゃんとその七色の光が見えるようになってますね。はい、ちょっとカメラ越しではわからないかもなんですが、肉眼で見ないとちょっとわかんないかもなんですが、こう光当たるとこう七色に光ってます。綺麗に光ってます。はい、それからですね、今日の午後の部、まあ、アモネスセンター出るときには帰ってから話しますっていうことだったんですけど、それがですね、これなんですよ。まあこのこれはこれ見るだけではちょっと分かんないんですけど、ここの石を外します。おっと、外しますと、はい、ここですね。はい、これアンモナイトです。アンモナイト出ました。はい、でちょっとまあ職員さんに見てもらったら、まあちょっとここのあの表面のあの殻が外れちゃってるよってことだったんですけど、それはこの剥がれた反対側、はい、ここについてるんですよね。ここについてるんですけど、これをよく見るとあの完全に渦を巻いてない、なんていうかこのまあヘアピンっていうか渦を巻いてない状態のあのアンモナイトなので、こちらスカファイ
テスという、まあ、いわゆる異常巻きアンモナイトの類に入るものらしくて、まあ、成長の最初の方ではちゃんとこう渦を巻いてるんだけれども、成長するに従ってこうこの渦巻きがこうほどけて緩くな U 字の形にこう成長していったような異常巻きのアンモナイトの化石じゃないかってことですね。でこの剥がれちゃった側の、あのこれじゃなくてこっちのここに被ってる側だった石の方のやつを、まあ、綺麗に剥がせれば剥がしてこっち側に後であのくっつける作業をやってみたいと思うんですけど、まあ今回、この間よりもね、まあちょっと大きいアンモナイトを手に入れることができました。ただ、まあ、これ以上あの大きくなると多分あの持って帰れないと思うんですね。あのいわゆる没収ルールがあるので、まあ、このくらいのサイズだったらまだ持って帰れますね、はい。まあ、そのこっち側にかぶせるのと、まあ、この辺に多分埋まってると思うんで、まあ、綺麗にクリーニングして全体が出せればいいんですけどね、はい。後でそれやってみたいと思います。でまあ今日のゴムノブはですね、まあ結構あのアンモナイト、まあ、自分以外の方でも出してる方いたんですけれども、まあ今日のゴムは1時間半も時間があったっていうのはあるんですけど、まあじっくり掘る時間があったんで、まあアンモナイトを見つけることができました。あのアンモナイト見つかるまではですね、本当に1時間以上、まあこの2枚ぐらいしか全然3日なかったんですけど、まあ最後の最後で、アンモナイトを見つけることができました。まああとはですね、没収されるくらい大きいアンモナイトを出してみたいなっていうのはあるんですけどもね、はい。また、機会があったら行って体験発掘に参加してみたいと思います。でまああの体験発掘場のあの中間のあたりのちょっと高いところにあった石をまあこう結構今回落としたようなんですけど、まあその中から結構出てるようなんですよね。でその大体中間くらいの高さに今のロープが張ってあって、まあそれ以上上はあの掘っちゃいけませんよってことなんですけども、その落とした石を今日最後一つだけこだわってもずっと掘ってたんですけど、まあ今はですねこう結構アンモナイトがどんどん出てくるので、アンモナイトが欲しい方今がチャンスです、はい。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております、関連動画からよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。